レッスン o n 5リンクアーキテクチャステップ1 h ー m ンザミル e 真ん中に会うことエンタングルメントを作ることは手法がいくつかあるんですけれどもそれが今回のレッスンについて説明したいと思いますこれがステップ1から5にはありますが各ステップについては一つのリンクの構造と エンタングルメントを作る方法を説明します。それは複数があるんですが、一般としては、リピーターは2台があって、真ん中にはオプティカルファイバーで,でつながっているんですね。そして、交点の,の通信もあるんですが、各リピーターが円項のキュービットのメモリがあって、それが91から 9n と,と呼,び呼びます。そしてこれ、それが右と左もありますよね。 これが一般の手法なんですが、それがもうちょっとハードウェアの説明したいと思います。そしてこれが、Repeater ーーと Repeater リリーーの間のリンクと呼びますが、それの中には別のハードウェアも入れることも場合もあります。これが L の距離と呼びますが、それが Repeater ーーと Repeater、ーーそれがメモリーがあるノードとメモリーあるノードの間の距離になります。 そして、通信の時間は重要なんですが、それが L わたる、L かけるあの速度になりますね。えっと、わたる速度になるでしょう。<laughs> そして、それが、その速度がえっと C の分の n になるんですね。そして、それが n が屈折率には、それがまあいつものファイバーの中の光の速さですね。そして、 もう一つの重要なタイムがあるんですが、その,そのタイムがとメモリーを使う時間、それが,がと格子を放出するとか、あるいはディテクター、検出機の,の時間でとしては、それがどっちか遅い方が,がとノードとノード、えっと、キュービットとキュービットの間には、えっと、繰り返し、まあ、進むことが,が変わるでしょう。それが t-clock と呼びます。 そして、まずは、この meet in the middle, あるいは memory interference memory, memory 感傷 memory のアーキテクション説明したい。そして、二つのノードがあるんですが、左側だと右側にあります。真ん中には BSA, Bell State Analyzer というノードもあるんですが、当の機器が、機械が,機械がと、メモリーが持ってるんですね。 これがセンダーと呼びます。そのセンダーが,が格子とメモリーがエンタングルされているキュービットが,があるんですが、その格子が,がファイバーを通って真ん中には Bell State Analyzer, BSA に来ることになっています。そしてこの、ね、全体の距離は L と呼びますから、これが2分の L になるんですね。そして お互いか,から、両側か,から格子が来ることにはなるんですが、その真ん中には同時には格子が来ると、先のレッスンに説明した通りには、それがコインセデンスカウンターで、それが同時にはいくつかのディテクターをクリックすることを数えて、それでベルステート測定できているかどうかを確認します。 そしてそれが確認してから古典のメッセージを左右にを送ります。そしてそれが成功したか失敗したかのメッセージをあのセンダーに送ることになります。そしてこれが各メモリー、えっとラウンドと呼びますがそれが一つの時間としてそれがラウンド1ラウンド2に繰り返すことになるんですがそれが基本的にセンダーから Bell State Analyzer の往復の通信の時間。それが T-Link で,ですが、そして、各メモリを使うことについてそれがエンコーのメモリがあって、それをかける、先の説明した T-Clock になります。で、それが一つのキューベットを使うことになるんですが、そうすると、コ子、格子、コ子、格,格子は連続でデファイバーにを通っているんですね。それが、 Bell State Analyzer につくと,と、それが連続的に測定します。そしてこれがその、コントロールのプロトコル、コントロールの手法なんですが、基本的に、スタートからメモリーキュービットを指すんですが、それが、まずはキュービット1から、そしてキュービット1を用意して、そして格子を放出,放出します。 そして、それが繰り,返し繰り返しのループになるんですが、それが i は n より,よりあ低いなら I、i が1を達して、そして sync、えっと、同期にして、それが t c l o c で進んで、そしてキューベット1 c u ベット2 c u ベット3繰り返して、それが n 項のキュー b i t の格子を放出するまでは繰り返します。 円項の格子を同時にファイバーには走っていると、その後はとは、センダーのノードを待たなければならないんですが、それが円を超えると、そのフローチャートはこっち側に来ることになっているんですが、それが、BSA からのメッセージを待つことになります。 そしてその BSA からメッセージが来るメッセージがそれが成功か失敗かがそれが各講師についてのメッセージが来るんですができている分だけにはそれがエンタングルメントになっているのでそれそのエンタングルメントを使える、使用できます。そして使ってからそれがもう一回あの繰り返しになるんですが 全,全てをリ,アリイニシャライズして繰り返すことになります。そして、えっと、2つのことをあの前提しなければならないんですが、まあ、これが、えっと、簡単な説明するために,には、えっと、その、各キュービットについての,のメッセージが,がそれを待つことに、ね、それを同時に全部は来ることになってるんですが、そうすると、とそれが、まあ、 n かける t clock は t リンクより十分小さいというのがそれが一つの前提になるんですね。それから、ュー b ットは全てをリセットすることなんですが、まあ、本当はそれがそのまそのま,ま保存して、その後はエンタングルメントスワッピングなど,など、ピュ r フィケーションなどに使う場合もあります。そしてそれが 緩めにするとと、もっと複雑なあのコントロールの手法を開発すると、システム全体の効率は上がります。さて、効率と言いますが、それがパフォーマンスについてはどう計算すればいいでしょうどう測ればいいでしょうそして、まずはそのリンクのユーティリゼーションファクターというのは、それが、えっと、効率なんですが、それが何割の,の,の,の と容量に使っているんでしょう。それまずはその放出する時間と一 round の時間を比較になります。でそれが f と呼びますが、それが round の時間、えっと n かけるその t clock の時間は t round にはわかることになります。そしてそれがまあこれが。 1えとより小さい場合には必ずになりますが、それがどのくらい1に近いか、えー、と,とは考えたいねと思います。そして、それが最終的には、外側から見ると、そのリンクの,の,の仕事は、エンタングラムで作ることな,なんですが、そうすると、それの、えー、と送るレート、ね、に,については、はと 考えてた方がいいたうがんでしょうそしてそれがベルステートのの測定についてそれの確率は P になってればその全体の確率がそれが Rate が f かけるその p の確率割るその T clock になります。そしてこれが RMIM と呼びます。それが Rate になります。それが1秒当たりには何個の とエンタングルメント、難航のベルペアを配ることにはできるんで,でしょう。そしてこれが、すべてはそれが,が距離とハードウェアに依存することなんですが、それはどうしてもプロトコルとかは,は、えっと進えっと、開発、改善してたらそれが変わることはできません。そしてこれが必ず、えっと、 F は必ず1以下になりますから、これが必ず t クラック分の p になるより小さいになります。そしてそれがもうちょっとその確率については調べましょう。それが各格子が2分の L の距離を通らなければならないんですが、それが p ファイバーと呼びます。 えっと、それが成功する確率は p ファイバーと呼びます。そして、それが、ご存知のとりなんですが、それが指数的には下がる,下がることなんですが、その L-at, L-attenuation で、それが成功する確率は1分の1になる距離になるんですが、それが L-water

その P ファイバーの事情になるんですね。それがさ、えっと、右と左から両方を成功しなければならないので。そしてこれが、放、え、出、っと、確率と,と,とか、えっと吸出、吸収する率と,とかに、それがもうちょっと細かく解析できるようになる,なると思いますが、とりあえずここ,こまでと考えている。 それが、えっと、ステップ1としてはそれが MIM のアーキテクチャなんですが、それが、えっと、次のステップには別の手法を説明したいと思います。